250年もの長きにわたって受け継がれてきた秋田を代表するお祭り、秋田竿燈まつり。竿燈全体を稲穂に、連なる提灯を米俵に見立て、額、腰、肩などに乗せ豊作を祈るお祭りで、1980年には重要無形民俗文化財に指定され、青森のねぶた祭り、仙台の七夕祭りと並んで東北三大祭りの一つに数えられています。歴史は古く、江戸時代中期の町人たちが真夏の病魔払いなどのために行ったお盆行事、ねぶり流しや五穀豊穣祈願が起源とされています。祭りの様子を中心に竿燈まつりと人々の関わりに迫る2017夏秋田竿燈まつり、皆さんぜひご覧ください。